ショワジー・コール・ルイ・コール・ロアは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ県のコミューン。ショワジー・コール・ルイ・コール・ロアは、パリのセーヌ川から約12キロメートル上流にある。パリ都市圏内にあるプティット・クーロンヌの中で唯一、セーヌ川両岸に広がるコミューンである。17世紀のショワジー、ロショワジーのパリ大通りを走る、トラム、1924年ショワジーが、 歴史上初めて登場するのは、ガイウス・ユリウス・カエサルの軍がやってきた、紀元前52年である。ティトゥス・ラビエヌスは、現在のコミューンの地で戦いを行った。ショアジーの名は、ソシウスの土地、またはビッラを意味するソシアクムに由来する。8世紀から9世紀、ショアジーは、カウシアクムと呼ばれていた。ショアジーは1176年以降、ティエ領主のものとなったことで知られた。 1207年、サンジェルマンイコールデイコールプレ修道院の修道士、ジャンは、ショアジー住民に、聖ニコラに捧げる、礼拝堂を建てるよう命じた。この礼拝堂は1224年に、司教区教会となった。ショアジーには、13世紀後半から聖ヌ川を渡る、渡し船があった。1482年、ルイ11世の時代、ショアジー領主には、 領主裁判の権利があった。1678年、グランドマドモアゼルはショアジーに邸宅を購入し、1682年には、ショアジー城を建てた。この時、ショアジーは、ショアジーコールマドモアゼルと改名した。彼女は、教会内人を改築し、新郎を修復した。ショアジーの集落は、セーヌ川両岸にのみ広がっていた。 1693年にグランドマドモアゼルが死去すると、グランドオファンが所領を相続し、グランドオファンの救世後は、ルイ15世が相続した。その後、ルイ15世は、ルーボア公爵夫人とムードンの所領とムードン城を交換した。18世紀の間、ショワジーの人口は増加した。同じ時代、ショワジー城は、ブルボンコンティ公爵未亡人。 マリー・アンヌ・ド・ブルボンの所有となった。1739年に、公爵未亡人が死去すると、相続した、ルイ15世は、狩りで訪れるセナールの森の近くの邸宅として城を用いた。ルイ15世によって、現在の名である、ショ和ジーイコールルイコールロアに変更された。教区は、王の存在が利点となった。 王は古びた城を拡大し、新たな建築を付け足した。1746年、ポンパドゥール夫人が、昭和寺以上へ住まいを移した。1750年から、ポンパドゥール夫人も参加する、夕食会が1750年から開かれ、ルイ15世とその近しい友や、宮廷人が集った。海や川の魚、夜勤や課金、小牛のシチ牛肉、野菜、 果物、アイスクリームが、ポンパ・ドゥル夫人の公園の下作られた、セーブル焼きの繊細な時期に豊富に盛り付けられた。これら優れた夕食メニューの一部が、フランス国立図書館に保存され、食文化視野が学んでいる。1775年から1780年、マリー・アントワネットはこのすべての種類の娯楽を主催していた。古い村がこれらの変化にあって、 部分的に変わり、ショアジーを王家の邸宅にするために1746年、移行新たな村が計画された。直角の5番の目型に計画され、ショアジーはパリのビトリー通りとショアジーのパリオ通りの間の道にするようになった。相当な土地の面積と形跡の石材は、ルイ15世によってまず第一に旧市街の住民に与えられた。 現在のルイーズ・ミッシェル通り、ジョルジュ・クレマンソー通りはこの時代に作られたものである。1748年から1760年に、かけ、聖王ルイと聖ニコラに捧げられた、新たな王立教区教会が建てられた。ルイ15世が金の音を嫌っていたため、主城は、教会の高さより低くされた。旧教会は1759年に廃止された。 1748年から1757年、ベルサイユへの王道が貫通したため、古い墓を発見する探索も行われた。フランス革命は、パリと同じ緊張をショアジーにもたらした。当時の市長は、マクシミリアン・ロベスピエールと密接な関係にあった。ジョルジュ・ダントンや、ラ・マルセーズの作者ルージェ・ドリールもショアジーに滞在した。ショアジー・コール・ルイ・コール・ロアは、 ショワジー・シュルセーヌと改名し、かつての王領は国有化され、着実に衰えていった。1809年、私船の代わりに、ナビエ京が架けられた。19世紀、ブランジェ製糖工場が、ショワジー・コール・ルイ・コール・ロアへ導入され、産業ブームが起きた。1829年に普通列車サービスが始まり、1892年には、パリとの区間をつなぐトラムが開通した。 1870年9月30日、パリ解放の試みにおいて、ショアジーは、フランス軍と、プロイセン軍の戦闘に巻き込まれた大な損害を受けた。ジュリアン・レフォー、ラ・ミラー・ローズ・デ・スーパーズ・デ・ルイス、エックス・ブヤ・ベック・ラ・マルキーズ・デ・ポンパ・ドゥール、イン・エリザベート・リーダール、エリック・バーン、アンドレ・キシス・バーグ、スーラ・ディレクション・デ、レ・ヌル・トゥール・デ・ラ・メール、デ・ラ・クライ・アエル・アシェット。 オクトジュコロク、センターでリシェルシェ D、イストアールクオンティテイティブ、イストアールマリタイム、N4、コン、2007、25P、ディクシオナルイストリックデアンビローンで、パリジュドオクトアエルメテピエロッチ。ありがとうございます。